L'argent de la catégorie dame. Silver medal in the ladies category. Midori Ito, Japon. Japan. Ito Midori さんの演技です。昨日の女子シングル銀メダルを獲得しました。傘を持ってレインストーリー。虹の彼方に。
ストーリーを描きます、まあ、NHK 杯でもおなじみですが、去年は井村さん、あのアクシデントがありまして、エキシビョンツアー出ていませんので、そういった国際舞台でこれがそのお披露目ということになりましたかね。そうですね、まあ、なかなかね、そういう意味でメインストーリーっていう風に作って、まあ、構想も考えてね、あの小物も作って、なかなかいいですよね。あの最後はこれ虹のコスチュームが出てきて、虹の彼方にということになりますが、井原さん中でご指摘ありましたが、傘を持ってダブルアクセル、あれ手をこうやってますから難しいでしょうね。片手に持ってるだけじゃなくて両手で持って飛んじゃってますんでね、最初のジャンプのテイクオフの初動が取れないんですよね。それでまあタイミング難しいんですけど飛びますよね。やはり伊藤さんならではその高い技術があるからこそできるんですね。もちろんですね。緑伊藤、今度はコスチュームを変えて登場しました。伊藤みどり、ミゼラブル。金でなくてごめんなさいと、まあ、こんな言葉も昨日の夜話してくれました伊藤みどりさん。しかしオリンピックでトリプルアクセルを跳べて本当に良かった、嬉しかったと、そんな言葉も聞かれました。堂々の銀メダル、ご苦労さんでしたと申し上げたいと思います。井原さん、本当にプレッシャーと戦ってよく頑張りましたね。頑張りましたね。で、本当にそのプログラムのね、後半のトリプルアクセルが銀に結びついて。